こんにちは。カナダ在住の山達です。ザックバックスということで話をしていきたいと思います。はい。二、えー、2日前の動画で2024年大統領選挙に向けてすでに左派勢力を動き出したよっていうことを皆さんに紹介しました。具体的には都市部に住んでいるヒスパニック層、スペイン語話者層をターゲットに動き出しているっていうことを紹介しました。十、え、八、ー、18のスペイン語系ラジオ局を総額60億円で買収して、で、えー、ラティーヌミディアネットワークなるものを結成してそこにひとまとめにするという話だったんですね。 で、こういうのは規制当局の認可が必要なんですけれども、年末までにそれは降りるだろうっていう見込みなので、中間選挙には間に合わない。けれども、大統領選挙には間に合う。十分時間があるっていうような状態なわけなんですね。まあ、詳しいことは、えー、2日前の動画を見てください。 で、そのこういうね、60億円みたいな大金が動くときって、その大金の元出を探っていくと、結局レ、いつものレギュラーメンバーが勢揃いなわけなんですよね。はい。えー、またお前かいみたいなね、人物が出てくるわけなんですけれども、今回はそれプラスのマーク・ザッカーバーグに関するお話ですね。まあ、正確に言うと、マーク・ザッカーバーグが大量にお金を出していた団体のお話なんですけれども、はい。まあ、あの、似たようなものですね。で、えー、と、まずはですね、今回2020年で、まあ、 すごい成果を彼らは収めたわけなんですよね。それをちょっと振り返っていきつつ、じゃあ次の選挙どうなりそうなのかって話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、振り返ってみると2020年の選挙、えー、マーク・ザッカーバーグプラス奥さんは420億円を選挙支援団体に寄付ということで突っ込んでたんですよね。えー、CTCL に350億円、CIR に70億円だったわけなんですが、このうちの CTCL っていうところが、えー、次の選挙に向けて動き出しているんですね。はい。 で、マーク・ザッカーバーグ400、ごめんなさい、20億円ですね。30じゃないですね。はい、20億円を突っ込んでいたわけなんですけれども、その結果何が起きたかって言ったら、各州の選挙システムに大きな影響を与えたわけなんですよね。具体的には郵送投票が一番いい例かなっていうふうに思うんですけれども、そこに大きな影響を与えた。なので、結果としてもう選挙結果も大きな影響を受けてたよねっていうふうに言われているわけなんですね。 で、こういうふうにその選挙システムに大きな影響を与える大金のことをですね、今、ザックバックスとか、ザッカーバックスっていうふうに呼んでるんですよ。このザックっていうと、ザックとかザッカーっていうのが、ね、マーク・ザッカーバーグの名前から来ています。で、このバックスっていうのは何かっていうと、これお金のことを表すんですね。あのー、カナダもそうなんですけれども、これは多分スラングの一種なのかな。えっ、ー、と、普通、例えば5ドルって5ダーラーズじゃないですか。で、ダーラー、ドルじゃなくて、え、これをね、バックスっていうふうに呼ぶ ことがあるんですよ。で結構言うんですよ。はい。僕初めて、このカナダ来て、あの、最初ね、そのなんか、20バックスオンなんちゃらかんちゃらとか言われても、何の話してんのみたいな感じだったんですけれども、はい。えっ、ー、と、え、なんだっけな、映画か何かが確か、えっ、ー、と、期限か何かでこんな話が出てきてような気がするんですけど、まあ、その由来はどうでもいいですね。はい。とりあえず、お金のことです。はい。なんで、マーク・ザッカーバーグのお金みたいな感じで、えー、こういう専用の言葉が爆誕しているわけなんですけれども、 このお金が結局各州にばらまかれたわけなんですよね。CTCL っていうところを通じて、47州2500の軍都市に資金が分配されました。でえ、詳しいことはですね、インフルエンスウォッチっていうところがすーげー詳しいことを分析してたので、そちらをぜひ気になる方は読んでみてください。あちなみに英語でしかありません。はい。で、えっ、ー、と、このじゃあお金は何に使われたかって言ったら、一応当初の目的はコロナ対策だったはずなんですね。例えばそのマスクを供与しますよとか、なんだろうアクリル板の設置だとか、あとはアルコールの消毒とか、 益がどどううのこうのとかあととかかかあはパーテーテションをどうのこうのとかですかね、はいまあ、そういうようなものだったはずなのに気づけば郵送投票の拡大とか場所によっては投票の呼びかけのためのえっ、ー、とその人員のお金であるとかあとスタッフの費用とかですよねこういうのにも使用されてたということなんですねでえっ、ー、とこのお金なんですけれども CTCL が勝手に送りたいところにボンボンつぎ込むっていうことはできませんじゃなくて州とか軍とか都市単位で CTCL に申請をして で、その申請を受けて初めて CTCL 側が選挙の補助金を出すっていうことになってたんですね。で、これあの、左派勢力のメディアがよく言う,言うことなんですけれども、いや、CTCL が、に対して申請した数では、共和党優位の都市の方が多いじゃねえかっていう突っ込みってあるんですよ。これその通りなんですね。ただこれ本当に上っ面のところしか見ていないあっさい話でして、えー、重要なのは、じゃあどれぐらいの金額がそれぞれの都市に突っ込まれたかっていう話なんですね。 で、その、金額っていうのを見ていくと、えー、分かってくるのが、分配された金額は民主党優位の都市の方が高いというか、まあ、多いわけなんですね。すみません、これ多いって言った方がいいですね。はい。で、これ、あの、見方としてどういうふうにすればいいかっていうのは、これはもう一回言いますがこのインフルエンスウォッチをもうぜひ見てほしいんですけれども、えっ、ー、と、その、金額ベースで言うと、例えば人口1万人の都市と10万人の都市って言ったら規模が違いますから、補助金の額も同じじゃダメなんですよね。 で、えー、なので、その、出された補助金を、そこに住んでいる人の人口で、比率で鳴らすとどうなるかっていうのを比べてみると、明らかに民主党が優位の地域の方に、人口一人当たりのその金額がものすごい高いことになってるんですね。うん。まあ、詳しいことは、ごめんなさい、何回見てますかこっちを見てください。はい、具体的な数字はね、ここを見てほしいと思うんですけれども、ま、とりあえず、え、それが起こると何が起こるかって言ったら、 例えばさっきも言いましたが、このお金って例えば投票の呼びかけとか、あとは有権者登録の呼びかけとかに使われていたんですね。で、それが民主党優位地域でより活発的にされれば、当然民主党優位地域の投票率が上がるんですよね。なんで自然と民主投票が増えるっていうことで、結局そのお金の偏りによって民主投票が増える仕組みになっていたんですね。で、一応この CTCL って、慈善団体っていう扱いなんですよ。なので、えー、その、 税の優遇措置を受けるることができるんできんすねただその条件として、これ法律で定められているのが、えー、その、例えばこういう選挙絡みの話の時っていうのは、どちらかの政党に優位になるようなことをやっちゃダメってなってるんですね。で、えー、なんですが今回の、ね、CTCL っていうのは、結果としては明らかに民主党側に部があるようなことになっていたので、えー、一応彼らの、 建前としては、いや、もうみんなが平等に選挙に参加できるようにするためにやってるんだって言ってるんですけれどもえ、実際中身分析してみるとそんなことないじゃないかって話。で、実際ウィスコンシン州でそんなことねえぞと、これは賄賂に当たるぞっていう結論も出ているわけなんですね。えウィスコンシン州で今最高裁判所の判事が、元判事が捜査をやってるんですけれども、その中間報告の中で、え5都市に与えられた約9億円は賄賂に当たるっていう結論を出してるんですね。 ウィスコンシン州ってこの CTCL から総額10億3000億円が渡されています。 で、その10億3000億円のうち、たった5年だけで8億8000万円使ってるっていうことなんですよ。全体の86%ですよ。そんな偏り方ねえだろっていう話なんですけれども、まあ詳しいことはあの過去の動画を見てほしいと思うんですけれども、まあそういうふうにえ、建前は事前活動、でもその内容っていうのを見てみると、明らかに民主党にぶがったっていうことになってたわけなんですね。はい。で、その中の一つとして、えー、今話題になってるのはこのマイケル・スピッツァー・ルーベンステインっていう人物ですね。はい。彼は 日本ンシ州に送り込まれた人間なんですけれども、もともとニューヨーク州の拠,に拠点を持っている人なんですね。で、民主党の、まあそういう、なんてうでしょうえ、団体で活動している人間なんですけれども、その本人が CTCL からえ、その選挙の、えー、なんてうでしょう、専門家というかサポーターです、みたいな感じで現場に送り込まれたんですよ。 これあの、情報公開請求のメールで発覚しているものなんですけれども、はい。で、具体的にじゃあこのスピッツァルーベンセインどんなことやってたかって言ったら、例えば、えっと、そのウィスコンシン州内の郵送投票の修復作業の手伝いをやりますぜって言って申し出をするんですね。で、最初その現場の人からは、いや、あの、ちょっとあなた、あの、ウィスコンシン州と全然関係ない人だからやめてって言って断られたんですけれども、えスピッツァルーベンセイン諦めません。その後は、え、それグリーンベイっていう都市だったんですけど、グリーンベイ市の市長さんに直接連絡を取って、その時代民主党の人間、 はい。え、そのグリーンベイ市の民主党の市長さんに連絡取って、俺に修復作業をやらせてくれよみたいなこと言って、で、結局できるようになったと。で、これだけじゃなくて、ミルウォーキーっていうね、大都市にも、自分の部下を送り込むみたいなことにも成功してるわけなんですが、 そういうふうに、この CTCL を皮切りに、こういうその民主党の活動家っていうのが実は送り込まれていたんですね。これまだ今捜査中の話です。はい。で、えっ、ー、と、さらにですね、あと集計会場の指揮も取ってたってことで、例えば、えっ、ー、と、本来だったらね、その、軍とか市の職員の役割のはずなのに、このスピッツァ・ルーベンステインが、えー、その、郵送投票の処理はこんな感じの流れでやろうとか、えっ、ー、と、なんだっけ、その、投票用紙の保管場所はここにしようとか、投票用紙の運び方はこんな方にしようとか、そういうあたりを全部指揮してたっていうことなんですね。 で、あと、投票用紙を保管している場所の鍵が5個あったんですけど、そのうちの4個を彼が所持してたりとか、あと集計会場の Wi-Fi のアクセス権を彼が持ってたりとか、あと会場、まあホテルが1個ね、でかい会場になってたんですけれども、そことの話し合いを本人がやって、スピッツァルーベンステインがやって、その結果を市職員に報告するっていう、いや、普通逆だろうみたいなことやってたんですね。 ま、こんな風に、お金、これ、結局なんでこんな風になったかって言ったら、CTCL の一つの条件としては、まあ、我々のね、その計画にもちゃんと従ってね、みたいな、すごい簡単に言うと、そういうようなニュアンスで、このマイケル・スピッツァー・ルーベン・ステインを送り込むことと引き換えに、えー、まあ、お金をあげましょう、みたいな、そんな感じになっていたわけなんですね。はい。まあ、なので、これ明らかにアウトなので、今、操作が進んでるっていうところなわけなんですけれども、まあ、こんな事例もあったっていうことなんですね。 で、今、じゃあ2024年に向けてはどうなのかっていう話なんですけれども、多分皆さんすごく気になってるのが、まず今年の中間選挙に向けて、マーク・ザッカーバーグなんかするんじゃないかって話なんですけれども、それはもうしないっていうことだそうです。中間選挙には資金提供しないっていうことが4月時点で実は発表されていたんですね。はい。まあ、あの、正直今回はね、 8名ないと思いますから、ね、あの、ドブに金捨てるようなものですから、多分、あの、<laughs> 金出したくないんでしょうね。はい。ということで、中間選挙には基本的には何もしませんっていうことが発表されています。はい。で、その一 一方で、まあ、その代わりにって言っていいのかなえ、U.S. Alliance for e l e c t i o n Excellence っていうですね、すごいかっこいい団体の立ち上げが発表されているんですね。はい。で、ここに、え、そのお金とかを提供するのが CTCL であるとか、あとその他の左派団体ですね。一応あの、どういう団体が金出すのか気になる人はこの U.S. Alliance for e l e c t i o n Excellence っていうすごいエクセレンスな、え、ところのホームページを見てください。はい。 で、えっ、ー、と、この話なんですけれどこれ何やるかって言ったら、これから5年間かけて80億円を希望する選挙部門に分配していきつつ、その選挙に関するトレーニングとかサポートとかをしますよ、みたいなね、そんなことをやっていくっていうことなんですね。 で、この5年間っていうのがもし仮に今年を含めるのであれば、えー、まあ今年の中間選挙で、えー、と2年後の大統領選挙、さらにその2年後の中間選挙までの合計3回のでかい選挙に影響力を及ぼすかもしれないっていうことなんですね。で、えー、参加条件を見てみたんですけれども、えー、といくつか載ってました。で、えっ、ー、と、すごく簡単にまとめると、 俺たちの言うことを聞くなら金出すぜっていう内容になってました。はい。まあなので、えっ、ー、と、これまさにそのウィスコンシン州にスピッツァル・ルーベンステイが送り込まれたのと同様の手口なわけなので、まあ似たようなことをまたやろうとしてるのかなっていうふうには見えます。で、さっきそのマーク・サッカーバーグもお金今回出さないって話したじゃんって思うかもしれませんが、その CTCL って、あの、そのマーク・サッカーバーグから350億突っ込まれてますけれども、それ以外のところからもお金って流れてきてたんですよね。 例えばあの、最初のところで言いましたっけあの、ニューベンチャーファンドっていうね、ダークマネー絡みのお話ですね。はい。すいません。さっき最初動画の冒頭で言ったが記憶ないですけれども、過去の動画でそのダークマネーとか、あとは、えっ、ー、と、 ニューベンチャーファンドっていうですね、そのダークマネーを集めているところの説明をした動画がありますが、それ一応概要欄貼ってありますから、そちらの方をご覧ください。はい。で、そういうところからも CTCL ってお金流れてきてたんですね。なので、で、あの、2020年全部のお金使い切ったわけじゃありませんから、多分その残ってる余剰資金をこれに回していくると思うんですね。はい。まあなんで結局、あのね、マクザカバーグ裏にいるやんけみたいな、そんな話に、まあ、変わりはないというところですね。はい。 まあこんな感じで、もうすでに、次の動きが始まってるっていうところなんですけれども、こうなってくるとですね、おい、ちょっと待てと、あの、今日はいい加減になんかし,しろよみたいな感じで、思ってくる人見ると思いますが、対応してるかっていうのはちゃんとしてるんですね。はい。まあ、こんな感じで、各州で、そのザッカーバックス禁止法、まあ、制限法が成立してたりとか、審議中になってたりとかするんですね。はい。すでに全米で19州で成立をしています。州知事の署名も終わっています。 で、えっ、ー、と、水ズ州だけは、えっ、ー、と、まだ、あの、知事の署名がなりありませんから、えー、署名待ちっていうところなんですけど、まあ、多分よっぽどすると思いますから、20州になると思います。で、その20州っていうのは全部レッドステートですね。はい。で、えっ、ー、と、この、 色いろいろつけてるんですけど、灰色じゃなかった、これは何て言えばいいんだ肌色のところに関しては、審議も何もやっていないところですね。ほとんどがブルーステートです。はい。で、えっと、赤いところ、真っ赤っかのところはもうすでに成立しているところです。薄い赤色のところに関しては今審議中ですね。で、ミネソタはまあ多分無理でしょうね。はい。まあとりあえず、えっと、アイワと、あとはサウスカロライナがえもうちょっとみたいな感じなのかもしれないっていうところだそうです。はい。 で、えー、青色のところはですね、もうあの、跳ねられちゃったところですね。えー、議会通過したけれども、民主党の州知事によって、えー、拒否権行使で廃案になったりとか、えー、あとは、あの、純粋に議会で廃案になっちゃいました、みたいなところもあります。はい。この辺ね、すごい詳しくキャピタルリサーチセンターっていうところがまとめていますから、これ気になる人ぜひともこっちを見てください。はい。 で、えー、こういうふうにですね、まとめますと、えっと、共和党側もすでに動いていまして、あの、同じね、二の前にはならないように、えー、まあ、ザッカーバックスみたいなものがもう入ってこないようにしようとしているということですね。で、まだ動いていない州もあるわけなんですけれども、これは中間選挙の結果次第で動く州増えるんじゃないのかなっていうふうに思いますから、えー、2024年に向けてね、いい感じの動きになってきてるかもしれないなというふうに思います。はい。 ということで、まとめますと、えっ、ー、と、現段階、そのザッカーバックスに対して対応してない州もあるんですけれども、共和党が優位なレッドステートに関しては、もう基本的に対策が始まってるということですね。はい。まあでも多分彼らはいろいろあ、あの手この手を使うと思いますから、次はどんな手を使ってくるのかっていうところも気になりますよね。で、そこで個人的に思うのが、あの、これ単なる僕の感想ですよ。あの、2024年、次、あの、大統領選挙あるじゃないですか。そこでもし、えー、共和党側が勝った場合、 次、左派勢力が本腰入れるのは多分2036年なのかなっていうふうに思うんですよね。っていうのも、多分2024年トランプタイトル出てきますよね。で、そうなったら、えっ、ー、と、まあ、まあ仮に勝ったとしたら次2028に多分その人の、 えっと、副大統領が多分出てくると思うんですよね。大統領候補として。で、まあ多分よっぽど勝つと、なんとなくですけど思うんですよ。はい。まあ単なるあの妄想ですけどね。はい。で、勝ったら多分32年も連続で勝つだろうっていうことなので、そうなってくると2036年、これから約10年以上。 を、なんか力を蓄えまくってドカーンってなんかやってきそうな気がしますから、次はさぞすごいことが起きるんじゃないのかなっていうふうに思っています。はい。っていう、あの、かなり未来の話をしましたけれども、これは単なる僕の妄想です。はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後は、あのね、 2匹が可愛く寝てたんですが、デブちゃんが、んーって言ってまたタヌキに甘えていったんですけれども、え、この後ですね、もう動画撮っときゃよかったんですけど、普通に、あの、顔面殴られてました。<laughs> 眠いからなか、なん、なんもしてくんじゃねえみたいな感じでね、パコーンって叩かれてね、はい、なんか、あの、可哀想でした。はい、っていう、あの、デブたのでお別れをしたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。